こんにちは。今これからですね、石臼挽きヘナをちょっと解いてみたいと思うんですけども、こちら側の石臼挽きのヘナなんですね。で、まだとてもいい、香りしてます。いい香りしてます。で、石臼挽きの特徴はちょっとこれではわからないんですけども、繊維質があるんですね。繊維質がたくさん見られるんです。で、なんで繊維質がたくさんあるかと言いますと、葉っぱの中には葉脈って言って、繊維がいっぱい含まれているんですね。葉っぱの柔らかい部分もあれば、葉脈って言って繊維の部分もあるんです。で、通常機械粉末の場合は、機械化粉末の場合は葉脈の部分まできれいに粉末にしてしまうのでわからないんです。ところが石臼の場合は、ゆっくりと回転させて低温でそんなに圧力をかけませんので、葉脈部分が粉末化されずに残るんですね。で、それはあえて取り除いていないんです。で、それがまた石臼の証拠なんですね。で、そういうことで、この細かい繊維質が、細かい繊維質をたくさん見ることができるんです。これは葉っぱの中の葉脈の部分なんです。そういうようなことで、皆さんにあれ、これ繊維多いんじゃないかなって思われるかもしれないですけども、それは葉っぱの中の葉脈の部分で、あえてそれを混ぜているわけじゃないんですね。で、今ここに 25g の、石臼ヘナを用意してあります。で、これ石臼ヘナはだいたい4倍の熱湯、今これ熱湯を用意してあります。で、まずちょっとこれ練ってみようと思うんですね。どんなふうに練り方になるのか。ここに100g の熱湯で、一番いい方法は粉をお湯の上に落とすのが一番いいんですね。で、これ今お湯を落とします。そして、これ練ってます。まず最初ちょっとこう切るようにして、こういうふうにして、熱いな、熱い、ちょっとこう、これ機械化粉末と違うので、熱がかかってないので粉の色が緑っぽいんですね。で、通常ほとんどは機械化粉末ですので、瞬間的に180度とか高い高温にさらされますので、正直言うとヘナは全部焼けちゃうんですね。で、焼けますと緑っぽさが失われまして、大体その茶色っぽいヘナの粉になってしまうんですけども、こうして、で、多少ダマにならないとは言っても、多少ダマになります。でも、こうやってね、これね、よく練ります。よく粘るんで、ちょっと最初遊びながらこうね、ちょっと練っていただくんです。最初はこれ しばらくはちょっとこう潰しながら、普通の機械粉末の場合は目がとても細かいので、もうダマダマになってそれは潰れないんですけども、石臼挽きの場合は目は機械粉末のようなものすごい細かさじゃないので簡単に潰れるんですね。そういう意味でダマにはならないと、ダバも潰せますよっていう意味なんですけど、さあ、だんだん練れてきた。こうやってちょっとね、楽しんでもらいたいんですよね、この練り加減っていうのを。こう、粘るとかってね、だんだん粘りが出てくるんですね。最初はまだあまり粘らないです。水を今吸い込んでる、ヘナの葉っぱが吸い込んでる段階ですので、ただもう結構粘ってきてますね。ちょっと反対側もあります。よいしょ、だんだん粘り始めました。これがだいたい5分間ぐらいするともう結構粘ってきます。この粘り加減というのは、ヘナっていうのはもともと粘度あります。新鮮なものであればあるほど粘るんですね。で、古くなればなるほどやっぱどうしても粘りが落ちていく。で、最初新しいうちはヘナの特性としてやっぱり粘性が
プリンのような、まあ、プリプリってしたこの粘性がより比較しないとわからないんですけど高いんですね。こうしてこうやって最初石臼の場合はこうやってちょっと遊んでもらいたいんですけども、こうダマを簡単に潰れますんで、塊を潰してもほとんど潰れかかってますけども、こうして潰していただくと、そしてしばらくだな、粘ってきたよ、そら粘ってきた、粘り粘り出てきました、お粘ってきた、粘ました、この粘りをね見るのがもう感動、うわーとかって思う、まあ一瞬なんですけども、この粘りで、この石臼の場合はもうお湯で溶かして10分か15分ぐらいしてしたらもう濡れます、きちっと染まります。ですのでまあこうやっていうふうにやって粘りが出てきて、もうこの段階で塗り始めても結構ですね、いいですね。そのダマさえこうやって潰しながら、もうこういう感じ、もうこれこれほらほらこうなってきますね。さあもう粘ってきましたね。もうここまで粘り出てきたらもう濡れますね。もう手に紙に塗ってる時にもうぬるぬる、ここまで粘性が出てるのはこれ手に塗ってる時にもうぬるっていう感じがします。ぬめりがものすごい出てますね。でこれが石臼の特徴ですね。葉のジュースが焼き切れてないんですね。だからこういうふうにして葉のジュースがこうぬめりとして残っているんです。もうこれ濡れます。今からだいたいこれ5分か10分10分ぐらいですかね、10分ぐらい経ってますけども、10分で濡れるヘナになりました。こうやってこういうふうにしておーすごいなーっていうところを遊んでもらって、それから紙に塗っていただく。これ冷えてきた場合は、冬場の場合は必ず湯煎して温めてください。冷えますといくら石臼でも全然染まらないんで、必ずあったかいヘナを紙に塗るようにしてくださいね。こうしてわーすごいなーって、これもう触るとうわすごいすごい、これこんな感じ、こんな感じですね。これを塗る時のぬめりの感覚がやっぱり最高です。これぜひ皆さんも遊んでもらって、手でやるとこれ手完全に染まっちゃいますので、手袋は必要ですけど、まあ、ぜひ石臼挽きのヘナで遊んでみてください。